どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、ゼス・アモンハイ立ち回り解説やっていこうと思います。アトリは使いません。先に言っておきます。はい。でね、ただ結構このランダム、今回 0.1% 狙い編成を2パターン紹介しちゃうんですけど、0.1% ならだいぶパズル力が必要で、で、ちょっと王冠ボーダーにもよるんですけど、もしかしたら王冠ボーダー狙うだけだったら、ガンガンぶっ倒していく編成の方が強いのかもしれない。で、今回のランダムって、パズルが早ければ、組めば組むほど加点になるランダムなんですね。2体攻撃が1000点で、5色攻撃が4000点で、十字が1500点と。まあ、2ウェイ組みまくるんですけど、これがかなり加点になるわけですよ。で、もちろん非コンボ強化とかも入れるわけで、1ウェイにつき、まあ、1200点ぐらいの加点が入って、だいぶ加点になるんですね。だ結構今回のランダムはね、2ウェイ組みまくって加点を狙うのが、理論上は一番強い編成になってます。ただ、パズルが遅ければこれ限定になっちゃうっていうのが今回の懸念点っていうかね。まあそういうランダムなんですけども、まあ今回ですね、ゼツ・アモンハイの立ち回り解説を2パターン紹介していこうと思います。まずは最強編成から紹介していきます。はい、ということで編成紹介していきましょう。で、今回紹介するのがこちら、レイニーさんの編成をお借りしております。概要欄にリンク載せておきますんでね、チェックしてみてください。とにかく2ウェイを組みまくる編成です。で、まあ、これ、今回ね、紹介する編成2つあるんですけど、後半よりかは簡単ですけど、それでもだいぶ難しいと思います。だいたい組み切れたら 0.1% 入れちゃうぐらいにはむずくて、なんかね、そう簡単になんか、めっちゃ余裕で王冠入れるってわけではないかな。ある程度パズル力がないと、正直厳しい編成になってますので、まあ、もしこの編成使う人はですね、一回ちょっとこの後ね、僕実際にプレイした動画載せますので、そちらをね、確認してから使ってみてください。で、とにかくこの編成、軽く出しまくって殴り続ける編成になります。で、一応ね、これ、初手、アテンに目覚め武器継承して殴っていく編成になるんですが、まあ、今回のランダム自体が、まあ、階層っていうかターン数が長いんで、まあ、無理にコンボ加算武器は打つ必要はありません。とにかく 2way 組みまくる編成になります。はい。で、アシストに関しても、2way、全属性の 2way、そして、たこ焼きを全色、そして、3、4、5色強化と、火力が必要になる編成になっております。はい。まあ、でもこれね、説明してるのもすごいややこしいんでね、まあ、今回実際にこちらの編成使ってね、やっていこうと思います。行きましょう。さあ、ということで1階層からいきましょう。まず1階層ですね。アテンにアシストしてあげる4色目覚め発動してあげて殴っていきます。はい。で、まあ、これね、あってもなくてもいいかなって感じ。個人的にはね、ここね、なくても全然スコア出るかなと思ってるんで、もし武器とかですね、うわ、この武器代用はって思ったら、とにかくウェイ、たこ焼き、全色ある程度の火力が必要なだけなので、ここ代用してあげればね、いいかなと思います。で、もちろんこれがあると、盤面のパズルが楽になったりとかメリットもあるんですが、逆にデメリットとして、後半間に合わなくなっちゃうっていうね、パズル苦手な人、俺ぐらい苦手な人は、もう大抵このね、課題にぶち当たりますので、まあ、これ全然目覚めなしで殴ってあげるのもありかなと思います。2階層も2ウェイ組んでいきます。初手目覚め打ってあげた場合ね、闇なかったら光代わり打って全力ウェイ組んでください。で、3階層ですね。ここも全力2ウェイ組んでいきます。で、とにかく欠損したらカーリー打ってあげれば OK。 優先して打つのは光カーリーで、もし光カーリーなかったら闇カーリーでも OK です。はい、どちらでも OK。 とにかく2ウェイ組んでいきましょう。で、僕今多分アトリと同じ組み方してたと思うんですけど、アトリと同じ組み方はあんまりおすすめしません。基本的に指が短くて足りないことが多いので、よほどパズル自信ない人は、あんまこの組み方はおすすめしないかなって感じ。で、パズル自信ある人は全然これで OK ですよ。はい。ただ、ちょっとパズル苦手だなっていう人は、もう、左側で杖色確定してあげる組み方があって、それが強いんで、まあ、ちょっと後でまた紹介しますね。一旦、序盤は僕、アトリと同じ組み方を使ってるので、ちょっと省略しますけど。こんな感じで、結構指ギリギリになっちゃうんですよ。アトリ組してると、まあ、当然ながら。だからね、意外と、うわ、指足んねえじゃんってなりがちなんでね、注意が必要。で、盤面悪いっすね、これ。回復ドロップがあればあるほどスコアが伸びません、当然。2ウェイ1個による加点がね、やっぱね、でかいので。これもね、アトリ組みしてることによって、下に木を入れれなくて、結局2ウェイ1個減ってるんで、変な組み方することによって、わざわざ自分の加点1個分減らしてるんですよね、このアトリの組み方って。だから、めちゃくちゃパズルが上手い人以外がアトリの組み方をする必要がなくて、で、おすすめがこの組み方。
左側で上2列に 2way4 2つで下4列で 2way4 つ組んじゃいましょう。この組み方してあげると、あの絶対に 2way6 個、まあ、あの回復書いたら別ですけどね、基本的に 2way6 個が確定されて、で右側も大抵組みやすいかなと思います、個人的には。みたいな組み方するとちょっとくだるけどね。まあ少なくとも盤面に 2way が何て言うんだろう、10個ある盤面っていうのはもうほぼ来ないと思っていい。稀に来るけどもうほぼ来ません。その時のためにアトリ組無理にする必要もなくって、まあ、もしね、あのパズル苦手だなって人はこっちの組み方にしてあげれば安定感増えるかなと思います。まあでも結局俺みたいにパズル下手な人はあのだいぶ間に合わないこともあるかなと思うので、ここはねちょっと気合で乗り越えましょう。でここもひたすら全力コンボで殴っていきます。ただですね、最初の3ターンの方はあのもう全く軽くも入らないので、基本的にもう 2way 組み切れれば指離しちゃって OK。 2way 5消し、 2way と5色消し組んであげて指離すって感じで全然問題ないです。でこんな風に盤面悪い時にカーリー打ってください。こんな盤面絶対加点入らないんで、さっさとあのアテン、もう違います、カーリー打ってあげて加点入れていきます。で今回みたいに盤面がいいケースは、うわ、アトリの組み方しといた方がいいなってなるんですけど、あんまりそのケースを考えてね、毎回毎回アトリ組みして指足んないのもったいないんでね、あそこはね人によると思いますが、は無理に組む必要ないかなと思います。でここも 2way 組んでいきます。謎の組み方ですけど、これ 2way もう一個組めるんですけどね、指カツカツなんでね、あんま余裕ない。でここカーリー打ってあげて 2way 組んでいきましょう。でこれで8レイ、9レイ、11コンボ、12コンボいいですね。で指、これね、のんきにパズルしてるとこの制限時間35秒っていうのが間に合わなくなっちゃって、あの加点が入らなくなっちゃうんですよ。なので後半はちょっと急ぎつついきましょう。ただまあさすがに2レイもう1個は組みたかったかな、しゃあないですね、そんな2レイ2レイ気にしても仕方ないんで。はい、でラストです。もう 2way 全力で組んで突破していきましょう。とにかく指が残り0秒までに離すこと、これ一番大事。0秒までに離したパズルは加点が入ります。0秒を過ぎると加点が入りません。なので必ず残り0秒までに指を離してあげてラスト倒すことを祈ってくださいっていう感じで、まあ、結構グダグダでもね、スコアは25万点出るんで、ぜひよかったら使ってみてください。さあ続きまして、ガチ勢向けの編成ですね。これはちょっと僕のパズル力だと間に合わないので、なたまめくんにお願いしてます。はい、でこの編成はですね、落ち込んだしバッジをつけてあげてとにかく加点を取りまくる編成になります。はい、もう圧倒的加点狙いですね。なので相当パズルに自信がないと、あの指が足りなくて間に合わなくなると思いますんで、基本的にこの編成そのまま組んであげて、かつパズル間に合う人にはおすすめな編成になってます。残念ながらユーコルのパズル力だと使えないので、本当にガチ勢向けの編成って感じ。ただその分ですね、スコアもめっちゃ出ます。はい、で立ち回りはもうね、ほとんどさっきと一緒で 1,2,3 階層はひたすら 2way 組んでいくだけです。ひたすら 2way 組んでください。とにかく 2way 組みまくって加点取っていきましょう。で落ち込んだしなんで、まあ、あの指バンバン離しちゃって OK。とにかく 2way 組み続けます。でワンパンに関してはできなくて問題ないです。本当にパズルが上手い人の場合、あの加点の方が点数高くなるんですよね、ワンパンよりも。だからこんな感じで伸ばしていきます。はい、で4階層、ここ盤面悪いんでカーリー打ちましょうと。で基本的に5色欠損値とか盤面悪い時はカーリー打ってください。今回はシンプルに盤面が悪すぎるのでカーリー打って加点を狙いに行くと。でマトリフィケーションのエキドナでチェーン入れます。でここからまたひたすらね 2way を組み続けます。本当に一生 2way です。この編成自体はひたすら 2way を組み続ける編成なので、もう落ち込んだしを利用しながら一生 2way 組んでいきましょう。ここから3分間ですね 2way を組み続けます。もうこのパズル力があればもちろんこの編成めっちゃ強いんですけど、まあ、正直紹介しつつ、これは相当パズル上手くないと使えないなって感じもあります。まあ、それか一個のあれとしては、まあ、カーリーとかをですね、普通に軽く出せるようにしてあげて、軽く枠に変えてあげてね、
この闇カーリー光カーリーって完全にこれ火力下げて調整するためでもありますし、かつエビ伸ばせるから採用してるんで、カーリーとかを火力出るように変えてあげて、そうで、あとはバッチをですね、指延長バッチにしてあげるとがっつり火力出せで突破できるので、それだったら普通のプレイヤーでも使えるかなって感じ。もうこのカーリーと光カーリー、まあ、光カーリーは普通にそのまま火力でいいけど、闇カーリーとかをがっつり火力出れる闇カーリー、まさに闇カーリーに変えてあげてね、武器つけてあげると普通に火力出せて突破しやすくなると思います。まあその場合指バッチ必須って感じかな。指厳しくなっちゃうんで。でもパズル苦手な人なら絶対そっちの方がスコアは出ると思う。とにかく火力出しまくるみたいな感じの編成の方が出るかなとは思います。はい。でここもエキドナ打ってあげて 2way 組み続けます。はい、盤面割りからカーリー打ってエキドナ、そして 2way 組み続けると、一生 2way。 これ見てわかると思うけど指めちゃくちゃきついですからねこれ。この9ベイとか本当に人間じゃないパズルしてるけど、指これこれやばいからね。3、4、5、6、7、8、10秒11秒ぐらいですか大体。相当きついっす。はい、でここも2ベイ、一生2ベイ組み続けてください。でもなんかある意味これ逆に言えばなんですけど、この指で間に合わない人は結局スコア取れないんですよ。そう、この秒数でパズル組み切れない人は結局スコア出ないので、まあ、ある意味いい、なんて言うんだろう、タイム時間になってるかなって感じです。間に合わないならスコア出ないよって感じとかもね。本当に人間じゃないパズルしてますからね。はい、でここから軽く出るんで削っていきます。目安残り3パンで殴っていく感じですね。で、ほんと制限時間との勝負なんで、この編成は。ここも、とにかく 2way で、火力出し続けます。で、もちろんこの編成もね、盤面が良ければもっともっとスコア出たりとかしますので、まあ、理論値自体はもっともっと上になるかなと思いますけど、まあ、実際、ひたすら3分間パズル組み続けるので、まあ、理論値とは言いつつも、よほど運が良くない限りは、なんかめちゃくちゃ上振れるとかはない、かなとは思う。さあこんな感じでパズルし続けて残り一発も組んでいきましょう。もう指的には超ギリギリなんですが、まあ、一応この編成がね一番スコア出るとは、さっきの編成よりかはスコア出ると思うので、まあ、もしパズル間に合う人はですね使ってみてください。ということでこれのスコアがこんな感じで、まあ、バゲモンはよかったら使ってみてください。ということで今回はランダムな紹介を2パターンする動画でした。ぜひ参考になった人はチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。